皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。今日はバイタリティパック、ライフロングバイタリティパック以外に私が愛用しているミト2マックスと、そして DDR プライムを紹介したいと思います。この DDR プライムは本当にドクターヒルが何年か前ですけど、自分が今一番納得している製品ですっていうふうにおっしゃったものになります。で、なかなか薬機法とかで私たち詳しいこと言えませんし、私も研究科学者とかではないし、栄養学の知識をたくさん持ってるわけでもないので、あれですけど、でもそのカタログの中に成分について書いてありますね。カタログのこれだと、この2020年のものだと51ページにこのように載っていて、ここにこれが主な成分とかって、原材料って書いてありますね。ここにいろいろ書いてあるんですけれども、これを持ち歩くのは大変なので、私はサプリという、こっちにもラベルをつけてサプリっていう、このちっちゃいノートに、例えばミト2マックスとか、この原材料を書いたりとかしています。で、原材料をネットで調べることがね、今できるので、例えばミト2マックスとかだと、ちょっとここに大きく書いてありますね。最大の特徴は、ノンカフェイン、最大というか、私がよく説明するときにはノンカフェインですっていうふうに話しています。カフェインが入ったも元気になる、活力をこうもたらすドリンクとかってよくあると思うんですけれども、カフェインがすごくたくさん入っているので、あまり体には良くないですね。カフェインのを取りすぎると常習性があったりとかするので、でメンタル的にも実は健康な状態を害してしまうことがあるので、あまりおすすめしていないです。でもこのミト2マックスは、ノンカフェインになっています。で、これなんかエルカルニチンとか、なんか他のサプリでも宣伝で聞いたことあると思うんですけれども、こうやってエルカルニチンとかっていうふうにネットで検索すると、その成分がどんな働きをするかっていうのが出てくるので、私はそうやってメモをして見ています。で、コエンザイム Q10 とか、もうこれを聞いただけでも、かつてすごくその有名になった成分でもあるので、これを聞いただけでも私は、これ飲みたいなって思った部分がありましたね。で、第一果実エキスで、これ酵素なんですね。補酵素っていうものになりますね。で、第一果実エキスっていうのは若さとか肌とかにすごくいいそうです。で、アメリカン人参エキス、これも、ストレスとか疲労とかがある方にサポートをするというふうに書いてありました。で、冬虫夏草エキスとか、これも、そして冷柴っていうんですかね、これもキノコ類だったりとか、それだけでもなんか健康に良さそうですよね。で、胃腸波エキス、これもすごく有名ですね。私たちの記憶とかにをサポート、記憶力の維持をサポートしたりとか、あとは緑茶エキスでポリフェノール。ポリフェノールって検索するだけでもすごくいろんな良いことが書いてあるので、こちらも参考になさってください。そして DDR プライムで、こちらはエッセンシャルオイルとしてもあるんですけれども、摂取しやすいようにジェルになっています。で、いつまでも元気でいたい人を応援するブレンドオイル、それを手軽に摂取できるようにソフトジェルになっています。で、オイルです。フランキンセンス、オレンジ、レモングラス、タイム、クローブ、セイボリー、ニアウリっていうのがあります。で、
例えば、ニハウリとかセイボリーって個別にエッセンシャルオイルとして販売されていないんですけれども、プレゼントオイルでもらうことってありましたね。でそういう時にこの中身を分かっていると、あ、これ摂取してこんな風に使えるかなとかっていう参考にもなるので、どうぞサプリメントとかこういうソフトジェルとかはその中身どんなオイルが使われているかを知ると、日常での生活の中で工夫して使うことができるのでとても役に立ちます。なのでぜひ、私はちょっと別のところにあるかな、そうですね、こういうふうにサプリとか、あとはブレンドオイルとかっていうふうにこう分けて書いて学んだりとかしています。皆さんの少しでもお役に立てたと思ったら、チャンネル登録、そして励みになるので、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。